ウィンスロップはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部、サフォーク郡の東部に位置する都市である。2010年の国勢調査では人口17,497人だった。ウィンスロップはボストン大都市圏ではボストン港に入る北の入り口であり、ジェネラルエドワード・ローレンス・ローガン国際空港に近く、大西洋岸の郊外町である。 面積1.6平方マイルの半島の上にあり、狭い地境でリビア市につながれ、イーストボストン地区とは、港の入り江に架か,かる橋で、ベルアイル湿地保護地につながれている。1630年に入植されており、アメリカ合衆国でも古い方の町である。マサチューセッツ州では、面積が小さく、人口密度が高い町でもある。サフォーク軍4市の一つ、2005年、 ウィンスロップ氏は住民投票で1920年から続いていた代表制タウンミーティングの政治形態から市政委員会、マネジャー方式に変更することを承認した。新しい検証が有効となる2006年時点のマサチューセッツ州法でウィンスロップは死になった。しかし、市名の中に町を残すことを選ぶ州内14市の一つである。 ウィンスロップは1630年にイングランドから来たピューリタンの開拓者が入植し、朝席によってボートを引くのが難しくなっていたので、プレーンポイントと呼ばれた。現在の氏名はマサチューセッツ湾植民地第二代総督であり、イングランド人ピューリタンの指導者だったジョン・ウィンスロップにちなんで名付けられた。1630年4月8日、ウィンスロップはワイト島を アーベラ号で出発し、6月にセーラムに到着し、そこで初代総督であるジョン・エンデコットと会った。ウィンスロップは植民地に滞在した19年間のうち12年間で総督を務めた。植民地の基地をショーマット半島にすると決めたのもウィンスロップであり、そこに設立した町が現在のボストン市になった。当初は、 マサチューセッツ属インディアンからウィニセミットと呼ばれた地域の一部だったプレーンポイントは1632年にボストンに併合され公牧地として使われた。1637年、中区画の土地に分けられ、ウィンスロップ総督からボストンの有力者に分譲され、2年以内にその土地に建物を建てねばならないという規定があった。これらの人々の数人はこの土地に住んだかもしれないが、 ほとんどは住むこともなかったものの農園は繁栄した。その初期の家屋の一つであるディーン・ウィンスロップ邸はウィンスロップ総督の一番下の息子であるディーンの家であり1703年に死んだ時までそこで暮らしていた。この家は今も残っておりアメリカ合衆国でも最古の連続して使われている家となっている。この家は使用中ながら特定時期には公開もされている。 ウィンスロップ改善歴史協会が管理している。1739年、現在のチェルシー、リビア、ウィンスロップ各市が政府支配の紛争のためにボストンから分離し、チェルシー町となった。1775年、チェルシー町の住民がアメリカ独立戦争のチェルシークリークの戦いで重要な役割を果たした。この町の中で再度地元で政治を抑える欲求が起こり、 1846年に、チェルシーからリビアとウィンスロップが分離し、ノースチェルシーとなった。それから間もない1852年、ウィンスロップは独自の町として法人化され、調整委員会と公開タウンミーティングという政府形態を取った。1920年、ウィンスロップは代表制タウンミーティングを採用する検証を申請し、認められたことで、州内二番目の町となり、 それが2006年まで続いていた。上記の通りウィンスロップは2005年に自治憲章を採択し、市政委員会、マネジャー方式の政府を採用した。代表制タウンミーティングは廃止された。現在は法律上の市であるが、市の形態の政府を持つ町と呼ばれることを選んでいる。新しい長検章は2006年に有効となり、特別選挙でも通過した。 調整委員会とタウンミーティングは廃止され、立法権は選挙で選ばれる、市政委員会に委ねられた。行政権はほとんど儀式的なものであり、住民の投票で選ばれる、市政委員長にある。指名されるマネージャーが管理部門の長として機能している。2007年7月26日、ウィンスロップさん、トランスクリプトが市政委員会を廃止し、 代表制タウンミーティングを復活させる動きが始まっていると報じた。これはウィンスロップ氏を以前の町に戻すことを意味している。2006年の検証によってなされた変更をもとに戻すためには多くの手続きを必要とし複雑だと考えられるのでウィンスロップが将来どの形態の政府を採用することになるのか現在も模様眺めになっている。 ウィンスロップのポイントシャーリーからボストンを眺める2003年撮影アメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は8.3平方マイルでありこのうち陸地2.0平方マイル水域は6.3平方マイルで水域率は76.02%であるしかしウィンスロップ市政府によれば陸地は1.6平方マイルに過ぎないことになっているウィンスロップは ベルアイル入リ江越しに共有するベルアイル湿地保護地に広がる土地でイーストボストンとつながっている。当初はディア島とは陸でつながっていなかった。ディア島は名前こそ島だが1938年のニューイングランドハリケーンによってシャーリー・ガット海峡が埋められたので現在はウィンスロップとつながっている。ウィンスロップは西のボストン港と東のマサチューセッツ湾を分ける。 北側の線だとみなされている。ウィンスロップの地域はいくつかの地区に分けられ、中央には、ボストン港側にコートパークや、コテージパークのある中心街がある。また、マサチューセッツ湾側には、ポイントシャーリー、コテージヒル、ウィンスロップビーチ、オーシャンスプレー、ウィンスロップハイツがある。市の北は、リビア市、北西、西、南東は、ボストン市に接している。市の推理圏は、軍、 堺まで及びエセックスナな半島のそれと接している。ジェネラルエドワード・ローレンス・ローガン国際空港の拡張により、4本あるかソ路の一部が市の水利県内にあった場所に入ってきた。陸地ではビーコンヒルビーコンヒルから5.5マイルの位置にあり、この丘はマサチューセッツ州のすべての道路標識の起点になっている。ディア島はボストン市域に入っているが、 ウィンスロップ湾にある。1930年代にウィンスロップとの間を分けていたシャーリー・ガットが埋められ、島ではなくなった。この島は、フィリップ王戦争の時にインディアンの捕虜収容所として多くの移民が死んだ、検疫所として、さらに軍艦国のあった場所としていまわしい過去があった。今日の島には巨大なディア島排水処理工場があり、ボストン地域の排水を処理している。 この処理場があるにもかかわらず、ディア島は1996年からボストン港諸島国立レクリエーション地域に入っており、島の残り地域は公園の土地であり、ウォーキング、ジョギング、観光、ピクニック、釣りに利用される。公園の一部は人口の土手になっており、ウィンスロップから部分的に水処理場を見えなくしている。この島で実質的な公園の景観と、 ボストン港や大西洋の壮大な景色を眺められるので、ウィンスロップ住民には人気がある。マサチューセッツ州道145号線が市内を通る唯一の州道であり、今度とつなぐ唯一の道でもある。イーストボストンのオリエントハイツ地区から入り、ウィンスロップ市内をぐるっと回り、北に向かって街を出て行き、リビアでウィンスロップパークウェイになる。 ポールリビア交通によるバス路線が2つあり、ポイントシャーリーから高台を通り、町の中心を抜け、オリエントハイツで終わる。ポールリビア交通は、市内のバス便を1991年から運行している。このバス便は、マサチューセッツ湾交通局から支援されており、ルート712のポイントシャーリーあるいはウィンスロップ、ビーチから、ウィンスロップ、ハイランズ経由で、オリエントハイツまで、 ルート713がポイントシャーリーあるいはウィンスロップビーチからウィンスロップセンターを経由してオリエントハイツまでとなっている。1940年1月28日以前にあったバス便が始まった。この日は元のボストンリビアビーチ臨境機鉄道が廃止された直後のことだった。マサチューセッツ湾交通局の地下鉄ブルーラインが市の近くを通りオリエントハイツ サフォークダウンズ、ビーチモントの各駅が、市境から半マイルの距離にある。公設船着き場から、水上交通も出ており、ボストン港を横切ることができる。現在ボストン港クルーズが5月から10月まで、ウィンスロップとローズ桟橋の間を結んでいる。ウィンスロップビーチ、2010年撮影以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ウィンスロップの中心にはエースハードウェア、CVS、ファーマシーなど多くの企業もあり、アメリカ合衆国有便公社もある。1990年代半ばまでにノースショアの近く、特にソーガスのスクエアワンモールのような大型ショッピングモールが小さな企業に対して負けるようになったが強い小企業社会もまだ残っている。グレートヘッドにあるのがウィンスロップ給水塔である。 赤、白、青のストライバンに塗られ、100万 US ガロンの水を貯められる。ウィンスロップ水道局が管理している。市内は4つの特徴ある事業地域に分けられる。すなわちシャーリー通り、事業地区、ハイランズ地区、ザセンター、マギーのコーナー地区である。市内では、週刊誌のウィンスロップさん、トランスクリプト誌が発行され、地元ニュース、進行中の出来事、事件、 関心事を報道している。市内には4つの学校がある。その他プレスクールやデイケアなど初期教育に多くの選択肢がある。ウィンスロップ市内には様々な宗派の礼拝所がある。ウィンスロップ住人の多数はローマカトリック教会、メソジスト、聖公会教会など様々なキリスト教会の信者である。ユダヤ教の信者は小さいが、 歴史的に重要な少数派を作ってきた。過去40年間でかつては大きかったユダヤ人社会がマサチューセッツ州内での絶え間ない移住によって小さくなってしまった。市内には地理的条件によって水域に囲まれており多くの海浜がある。ウィンスロップビーチとイーレルビーチが大きな二つの海浜である。その他、ドノバンのビーチ、ハルフォードビーチ、ピコビーチ、 ポイントジャーリービーチ、ショートビーチがある。市内にはバンクストリデとヒーストリデという歴史的な軍隊の砦が2つある。バンクストリデはアメリカ合衆国海岸砲兵隊の砦であり、ボストン港を敵の海上からの攻撃に対して守るために1890年代のいわゆるエンディコット時代に建設された。この時代はアメリカ合衆国の海岸防衛が著しく、 拡張され、新しい技術を使って強化された。ヒーストリーでは1898年の建設であり、やはり海岸砲兵隊の取りだった。現在は、ホートヒースアパートメント、シールハーバー集合住宅、及び、大西洋とリビアビーチを見下ろする崖の上の小さな公園に変わっている。ウィンスロップ市には、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定される場所が5箇所ある。 多くの野球場やレクリエーション公園の中で、ウィンスロップのレクリエーション施設には、屋内スケートリンクである、ラーセンリンク、民営9ホール、パー35のゴルフコースである、ウィンスロップゴルフコースがある。ありがとうございます。